9歳の誕生日にもらった日記帳に、フライトアテンダントになって世界中を旅して最高の人生を過ごすって書いたんです。レネ・シルベストリは華やかな生活より自由になることを求めていた。シカゴ郊外の小さな町で育ち、3人姉妹の真ん中だった彼女は、厳格なドイツ人の母親を喜ばせることができなかった。愛や愛情を感じる、そういったことはうちではありませんでした。家の手伝いやしつけの方が大事で、間違ったことをしていないかと確認されていたのです。絶対に完璧でいなきゃと思っていました。何かやらかしたり失敗したら、結果は目に見えていました。レネーはここから逃げ出すという夢を日記に書いていた。他にも、将来はロンドンに住んで、飛行機の中でスカウトされて女優になる。自分の悲しい人生から逃れるためにこう決めたんです。そうしたら私は愛され、みんなが私を好きになって注目してくれると思いました。14歳の時両親が離婚した。父親は別の州に引っ越し再婚した。父に対して、ああ家族を取り替えたんだと思いました。高校卒業後、レネーはフライトアテンダントになり世界中を回るという目標を達成した。5年後、23歳の時、飛行機で映画監督のデニス・ホッパーに出会うと、まるで合図のように出演オファーを受けた。数週間後にはハリウッド女優として暮らしていた。ビバリーヒルズ青春白書に少し出演した後、メルローズプレイの役ももらえました。素晴らしいドラマに少しずつ出演できたのに、満たされている感じがしなかったのです。それで、もし結婚したら私はきっと満たされるという別の願望を抱くようになったのです。数年後、レネーは裕福な宝石商のビジネスマンと結婚した。精神的に不安な感情が幼い頃からずっとあったので、安心したい、愛されたい、大切にされたいと思っていました。そしてレネーは息子を授かった。すべての夢が叶ったかのように見えた。とても幸せなはずだったんです。でもそうじゃなかった。ステータス、家、ライフスタイル、すべてが自分中心でした。自分に酔いしれた世界に生きていたのです。満たされたいと求め続けたレネーは夫を捨て、別の男性と一緒になった。この人ならもっと私を愛してくれて、愛情をくれて、大切にしてくれて、安心させてくれると確信したんです。やがて彼女は女優の仕事を辞めた。13年にわたり3度の結婚と離婚を繰り返し、もう一人息子を設けたが、絶望した愛と安心感は決して見つからなかった。上辺だけの演技、大騒ぎな生活にとてもうんざりしていました。結婚や女優という特別な人生を経験してきたのに、自分が思っていたようには満たされなかったのです。2014年になって、レネーはシングルマザーとして2人の息子を育てていた。当時は全てが人生のどん底で、ただ打ちのめされていました。丘の上に住んでいたのですが、いつも車で丘を降りるときに教会が目に入っていたんです。私はあの教会へ行ってみるべきだとずっと思っていました。息子たちが父親と過ごしていたある日、レネーは行ってみることにした。中に入った瞬間、その神聖な場所から離れたくないと感じました。歌詞や音楽を聴いて、私の仲間となる人たちを見つけたと思いました。レネーは愛を持って受け入れてくれるコミュニティに惹かれ、毎週末息子を連れて通うようになった。数ヶ月後、祈りの場で自分はもう限界であることを女性に打ち明けた。とても辛い時期だったんです。大丈夫、何があったか話してみてくださいと女性が言ってくれたので、少し話しました。すると、神様があなたを愛してくださっていることを知っていますかと言われました。そんなことは聞いたことなかったし、受け入れることさえできなかったんです。彼女は、あなたのために祈らせてと言ってくれました。そして私はイエス様を心の中にお招きしました。それでもレネーは女性の言葉を信じることができなかった。散々無茶なことをしてきたのに、神様が私を愛してくれるなんてありえないと思いました。
ある日散歩に行った時、では神様、もし本当に私を愛してくださっているのなら何かサインを見せてくださいって問いかけたんです。家に戻りふと下を見ると、完璧なハートの形をした葉っぱがありました。あなたを愛しています、これが私からのサインですと主がおっしゃっているようでした。とても穏やかな気持ちになり、初めて自分の人生をコントロールしていると実感しました。もう誰かから愛情をもらおうと考えなくなりました。私はその時、安らぎと神様からの愛を感じていたのです。2017年レネーは次男の父親であるナンドと再婚、両親とも和解した。現在クリスチャンカウンセラーになるための研修を受けながら、女性グループにイエス様のことを話している。心の中に神様をお招きすると安らぎに包まれます。神様は全ての罪を許してくださるので、恥と思っていたことが消えるのです。神の許しによって人生をやり直すことができるのです。